である。1971年にはロックグループも結成している。ロマーノは子供の頃にフランスへ移り、1950年代にはパリでプロとしてギターとドラムを演奏していたが、1963年にドンチェリーと演奏を始めたことで初めて注目を集めた。その後はスティーブ・レイシーとレコーディングし、デクスター・ゴードンらとツアーを行うなどした。 1970年代、ロックに影響を受けたフュージョンに音楽性を移行し、1978年になってリーダーとして最初のアルバムを制作。1980年代、彼はいくつかのアルバムを以前のスタイルに戻した。彼は人生のほとんどをフランスで過ごしたが、イタリアへの愛情を常に持ち続けており、イタリアのジャズミュージシャンとのカルテットも結成している。 ロマーノはまた、フランス生まれのイタリア系フランス人ピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニのキャリアをスタートさせる役割も果たした。2004年、ジャズパー賞を受賞。ゴードン・ベック・ドン・チェリー・パオロ・ダミアーニ、ミシェル・グライユール・フィリップ・カテリーン・トリオロルフ・キューン&、ヨアヒム・キューン・スティーブ・レシー・ミシェル・ペトルチアーニ、エンリコ・ラバ・スティーブ・キューン、ミロスラフ・ビトース、ルイス・クラビス、アンリ・テキシェ、ギール・イコール・ケレック。 ありがとうございます。